さて、追っ始めるか。それでは行ってまいります。あなたたちに精霊の祝福があらんこと。いらしてたのね。声をかけてあげればよろしいのに。ほんとたくましい子たちだこと。少々危ういところもあるけれど、これでお気に召しまして。それにしてもどういう風の吹き回しかしら。あなたが私に頼み事だなんて。それも誰かのために。同病愛哀れむといったところかしら。それとも利用しているだけ。古き友よ、あなたにまだ人としての心が残っていると信じたいわ。私が手を下さずとも、あの者もまた因果律に導かれし一因子なのやもしれぬ。そうね、神は運命を与えたも、出会いという運命を。その目でしっかり見極めてきなさい。この出会いがあなたにとってどんな意味をなすのか。皆さん、これを指に結んでください。髪の毛？お前の？どうしてこれを？電話をできるようにするためです。テレパシーよ。電話？うさんくせえな。そこで今回のトロール退治では、皆さんには私の指示に従っていただきたいのです。んだと？冗談じゃねえ。ちっとばかし魔法が使えるくれでリーダー気取りか。それが一番合理的です。戦況全体を把握して皆さんにそれをお伝えできるのは魔術師の私だけなのですから。トロール襲撃の際、村人が立てこもるとしたらここでしょうね。やはりここに陣を張るしかない。けれどこの場所は、はあ、お師匠様の言いつけでなかったら誰がこんな村。どうした？寺院の立っているこの場所は、かつてこの土地の精霊を祀った神殿の跡です。法王朝はこうして精霊信仰の聖地を踏み潰し、教義を自らの権力を誇示する道具にしています。人々は神の名を唱え争い、神の名を唱え救いを求めます。繰り返し、飽きることなく、自分たちが忘却しようとしている者たちにこそ自分たちを救う鍵が隠されているかもしれないのに。だったらやめりゃいい。お前にその気がねえなら、何もそんないけすかねえ連中のために危ない橋を渡ることはねえ。言われたから嫌でもやるってのはガキの使いってんだぜ。なんて礼儀知らずで不真面目な人なの。こんな人が私の運命であるはずない。絶対。ああ、トロールの大軍だ。来た。シールケ、準備はできてるわよ。皆さん、寺院に避難してください。イバレラ、私たちは魔術の準備に取り掛かるわよ。トロールがこんなにたくさんいるなんて。すごい、すごい。
もあんなに魔法もなしで、どっちが化け物なんだか。確かに人間離れしている。あの剣にまとわりつくあの影は、トロールの大嫌いな性別した木の実をぶちまけるのよ。トロールが近寄ってこない。どうやら魔除けの力が効いているようですね。長くは持ちません。今のうちに寺院へ急いでください。村の人が心配ですね。私は石泥さんと救出に当たります。ありがとうございます。ありがとうございます。ボスザルってとこか。そいつを倒せば下っ端どもも。皆さん、これから魔術でこの寺院に防壁を張ります。詠唱には時間がかかるので、それまで寺院を守り抜いてください。ドロールどもからこの村を。ガッツさん、手分けしませんか。あの大きいトロールを借りましょう。
うじゃうじゃとキリがねえ。お前の腕じゃもう限界なんじゃ。バッキャロ、ここが正念場なんだよ。ゲプラ、マルクト、アテ、ベ、ゲル、レ、オラーム。ドロールが。これがあいつの魔術。トロールはこの結界には近づけねえらしいな。まったく大した冗談だぜ。ガエルは私向きの相手のようです。任せていただきます。好きにしな。俺もこのデカブツの方が分かりやすくて性に合ってる。水の眷属、この地を流れる谷川の精霊なり。古の名約に従い、この地を汚せし悪霊を洗い清める。川の氾濫、トロールどもが流されちまった。これが魔術。Oh, yeah.
体図体してるだけあってタフだな。雑魚どもとは違う。厳しいですね。お手数をおかけしました。俺たち助かったんだ。これもあの小さな魔女のおかげだな。おい、キャスカとファル姉ちゃんの姿が見えねえぞ。まさか洪水に巻き込まれて。すぐ探さなきゃ。どうだ？ダメだ、どこにも見当たらねえよ。ファルネーゼ様は、お二人はまだ見つからないのですか？まだ動いちゃダメだって。大丈夫よ、きっと無事だわ。今シール家が二人のオドを探してるから。私の責任だ。私が力に溺れてしまったから、もっとしっかりやっていれば。おい、肩の力を抜け。そんなに社長こばってちゃ普通にやれることもできやしねえぞ。お前はよくやったぜ。正直驚いた。お前がこの村を救ったんだ。少々荒っぽかったかな。誰も責める奴はいねえよ。つうことでよろしく頼むぜ、魔女殿。感じます。二人のオド、二人とも無事です。でもこれはトロールに連れて行かれてるようです。致命傷じゃないけど、今すぐ動くのは無理ね。一晩明かせば傷も癒えるでしょう。ですが、それを待っているゆとりは。出発してください。一刻も早く。ファルネーゼ様をお願いします。行ってくる。冷たー。おい、ぼさっとしてるな。置いてくぞ。